えどうも、こんにちは。ダンジョンクロールストーンスープ日本語で解説していこうの、えー、ー動画、コーナーがまた始まります。やっていきましょう。タ、えー、太郎2、えー。ミノタウロスのグラディエーターで信仰ケイブリアドスという神様でやってました。えー、もうかなり中盤、序盤が終わって中盤に入ってきたところですね。獣の住処を探索し終えて今日は多くの行動に潜っていく。 おわ。you hear the l w b a r r って書いてますね。時の声を聞いたと。ああ、すぐそこにありますね。いいですね。ここはあの、多くとか、近接戦闘系のモンスターが中心の取りのポータルになってます。アイテムを確認して、まあ、いけるだろうと。入ってきます。ガラガラと。ああ、このパターンですね。槍を持ったモンスターがノールとか。ああ、こ多くのパターンですね。いるはずです。で、 これね、こういうのや槍で突かれるわけよ。向こう側からな。この長い武器っていうのは2マス分の射程がありますから、こうやって、つ、つ,ついてくるんだな。<laughs> まあ、あの今、アーマークラス十分あるから、あのー、倒す、あのー、このザコたちは、私を倒すことはできませんが、奥の方に行くと強いオークが、水の向こうから攻撃してまいります。ということで、どうすればいいかっていうと、冬のポーションを飲みましょう。ポーションオブフライト。これを、飲んで。 浮遊状態になって向こう岸に渡ってしまう。はははは、バカめ <laughs>。え、これで向こう側にもう行ってるから、あ、あれあいつ、なぜかこっち側から来たぞってこう、この奥も焦ってございますが、もう後の祭りでございます。え、このように倒していっていただければと思います。何やら星形の砦になっておりまして、函館市の五稜郭見たくなってるんだな。五稜郭か、これ。何個ある星の角,角。まあいいでしょ。 あれどっから入るんだあ、こっちか。本当はね、水場をぐるーっとこうやって回ってきていくんですけど、えー、見てください。中に強そうなオークがいますよね。こいつは強敵ですよ。頑張って倒しましょう。ただ、あのー、絡めてはいろいろあるので、今回はエンスラブメントとか、まあ、杖とかもあるし、えー、クラーレ毒とかもあるので、この辺り使っていきましょう。えっ、ー、とね、とりあえずね、あの、投げるものはクラーレにしときます。あ、ここが問題なんだな。 見てくださいあの、この火山のマグマの向こう側にモンスターがいますが、これまた強敵なんですよね。これいろんな倒し方あるんですけど、例えば、まあ、エンスランメントを使う。これで、あの、多くを味方にしたってさ、<laughs> 今死にましたよね、多くね。<laughs> えと何やったかっていうと、多くを味方にした瞬間、敵の多くたちがてめえ寝返りやがったなってってぶん殴って、多くは死んでったわけです。えもう一体ぐらいやってきますか。 見てください。72%。かなりの確率で、あの、味方になってくれます。ね、こんな感じで死んでいくわけです。もう一体ぐらいいそうな気がするけど、あ、いないね。えー、ちょっと待ってね。もう一アン,ンドウェスラブメントで、これでやり合ってもらいましょう。あ、倒しましたね。今度は味方の多くが倒しましたが、どうするかというと、弱ってるところを、えー、ブーメランにするか。 これで、あの、多くが、魅了が解けたとしますよね。で、まあ、HP 食らってますんで、お,おの、ブームラン投げて、ぶん殴って殺してやると。こんな感じでやっていきます。コツはですね、同じぐらいの実力、あるいはもっとわかりやすく、同じモンスター同士で片方を魅了すると、まあ、どっちが勝つにしても、あのー、ほぼほぼ互角の戦いをしますので、それで、どっちが勝ったとしても、弱った方をとどめを刺してやると。そういう風に倒していくといいでしょう。 さて、えー、この多くのウォーリアーじゃん、なんていうか多くのナイト。僕は姫のナイトだって有名な多くのナイトですけど、彼も倒していきましょう。まあ、倒し方で言うんだったら、杖を使いましょう。何のためにここまで、えー、エボケーションスを鍛えてきたのか。この能力ですね、10.2。今スローイング鍛えたからあんまり上げてないけど、12ぐらいまで上げるとめちゃくちゃ強いですよ。あ、ファイティング止めます。えーと、 これを使っていきましょうこういう場面で使うわけですね。えー、非常に近接戦闘の,の強いモンスターではあるんですが、魔法ボケが低いので、例えばパラライシスの杖を使って、おや、寝ましたね。そしてぶん殴って殺していくわけです。えー、なお、まあ、前回も紹介したんですが、麻痺状態だと動いてないので、非常にゆっくりの神様は、別にゆっくり止まっているモンスターを倒しても喜んでくれないわけですね。もっと速い移動の速いモンスターを倒しましょうという神様を今は進行しています。 あお金がありますね。非常にいいです。あとは、あとでここのアイテムも一応、あのポーションオブフライトがまだあるので、一応探索してみましょう。あんまりいいアイテムあるとは思えないんだけどね。お金ですなー。OK です。で、ラストあそこモンスターいたかな。ここに若干のアイテムとモンスターが、いないね。大丈夫だね。o k o ー、ブーツの何やらです。おりゃ。 ブーツオブフライング。ああ、いいですね。ブーツオブフライングだったら、ペアオブブーツは捨てちゃいましょう。え、プレートアーマー。おりゃ、プレートアーマーオブファイアレジスタンス。ああ、いいですね。いいですね。オッケーです。オッケーです。まあ、ちょっとこれは体勢、今、ファイアの体勢出ました。こっち、コールドの体勢続いてます。これ、どっちでもいいので、とりあえず、あの、状況に合わせて付け替えていきましょう。え、ペアオブブーツオブフライングになったんで、これ飛んでっちゃいましょう。で、なんかいいアイテムありますないね。オッケーです。 じゃあ、これで脱出と。経験値とお金もゲットすることができましたね。OK です。さあ、えー、多くの行動を探索してまいりましょう。非常に入り組んで、えー、ダンジョンが分断されている場合も多いんですが、やることは同じです。あのー、敵に、まあ、まあ見つかっちゃうんだけど、こう、徐々にな、探索していくと。足が遅いので、突っ込みすぎないことが特に大事になってきます。この1対1で戦えるここの穴熊を使って倒していきましょう。あ、後ろにハロルドがいますね。 どうしようかな。まあでもいいですね、非常に。味方になってもらえますか。エンスラブメント。おりゃ。多くのナイト強いので、無双してもらいましょう。まあ、とはいえ、連戦は厳しいみたいですけど、頑張れーって言って、よし。 で、ハロルドに向かってって死んでもらえれば一番いいんだが、あ、ダメでしたね。ダメだったけど、まあこれぐらいだったらもう大丈夫だろう。よいしょっけ。倒しました。こうやって弱らせて強敵も倒してやるっていうことが大事です。ハロルド来ねえかなちょっと待ってね。慎重に行きましょうね。あとは多くのさっきのナイトが強えロングソードを持ってる場合があるんだが、持ってないですね。よいしょと。 またいるね、うん、あのちなみにポリモーフヘンゲの杖を使うっていうのは若干ありといえばありなんだが変化の杖ってあの同じ実力レベルのモンスターに切り替わるので結構多くのないと強いので強い別のモンスターになって結局変わらないみたいなことになっちゃうので気をつけましょうここはでここをまひらせて接近して殴るっていう作戦もあるんですがその場合だとダンジョンの中央部分に自分が行かなきゃダメなので若干良くないんですよね ということで何をするかっていうとこの分解のワンドで倒してやりましょう。<laughs> 恐ろしいな。今十分にあのエボケーションのスキルが上がってるから結構いいダメージ叩き出せましたね。怖いですよね。分解して倒しちゃいました。ここはもうザコモンスターしかいないので引きつけてこの四角に引きつけて勝っていきます。よろしいかないいですね。 あ,あ、ハロルドいますっすね。あいつはなかなかカリウドみたいな、えー、動きをしてくるんですが、まあちょっと絡めてで倒しましょうね。まあクラーレ撃ちましょう。特待生はなかったはずです。ないよね、特待生。ない、ね、オッケー行きます。おりゃ、おり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 マークされたけど、まあ大丈夫だと思うけど、ちょっと一応、えー、ディグニング、ワンド・オブ・ディグニングで穴を掘っておきます。で、ここに、 あのモンスターがたくさん来ても1対1戦えるような場所を即席で今作りましたが大丈夫でしたね今マークされましたえー、階層中のモンスターが自分に気づいてやってくるっていうそういう状態以上なんですけれども場所が良かったですねダンジョンの端っこの方でマークされましたのでモンスターやってきませんでしたよろしいでしょう次の回2階層目いきます多くの行動は2階層で全部ですここは階段プレイをいたしましょう ここはあのモンスターがたくさんいるパターンですね。あの、焼き打ちの巻物を使うっていう作戦があるんですが、今回は持ってないので、なしですね。で、まあ、ちょっと上り階段を、こう、たずきにして、えー、ピンチにならないように振る舞っていきましょう。なんかモンスターまだたくさんいると思うので、この辺りで、一回声出してみますか来ないか来ないですね。あ、来た来た。よしいいですね。お、シミター。あ、ダメだね。ただのシミターでした。 こんな感じでロングソードで、ロングブレイズでいいやつ出てほしいんですが、これあの、グレートソードっていう武器だったら化けるんですよね。めちゃくちゃこっからさらに強くなりますんで、楽しみにしていきましょう。で、引きこもりすぎてもらちが開かないので、こんな感じで倒していくんだが、今若干危なかったな。多くの、ソーサラーが、好意の多くがいましたね。で、ョンのヘリをこうやって暴いていくと。メインダンジョンと振る舞い同じです。広い真ん中の空間に最初から、 いかないとお金に釣られて、アイテムとかに釣られて、最初からいかないよっていうことが大事です。こんな感じで、角っこで戦ってやると。いいですね。で、だんだんこう、モンスターを削っていきましょう。あなんか良くない。よからぬ、よからぬ感じがしますけど、大丈夫大丈夫大丈夫かなこの多くの司祭は遠隔攻撃をしてきて厳しいんですが、なんとかなりましたね。ちょっといやらしいから、あのー、 なんつうの前方進む方向に、車線の切れてる場所まで一旦退却してきました。雑魚をさばきつつ、うい。あ、いいっすね、いいっすね。この辺りに来ると、まあ、スマイトとかも、そんな、モンスター絡まなさす、絡まなければそんな怖くないんですが、これ来ましたね。奥から強い、えー、多くの、なんだっけ、こいつ、ハイプリーストが来ましたが、ぶっ倒していきましょう。めちゃくちゃ召喚使ってくるんだ。このネロ、舐めやがって。 もう,もうちょい。倒すぞ。あの、こういった召喚使ってくるから早めに倒す。倒しました。で、音を出しちゃったので、えー、モンスターたちがわらわらとやってくることでしょう。さて、どうしましょうか。ここは行きますよ。スローチを使います。一気に倒します。スローチせーの、ドン。イエース。これあのー、なんていうの、スローチ使うにしても、進行値結構今、あの、全開なので、そんなに今、見かけ上は進行値減ってないんですけれども、結構進行値食います。何本使うんだ、進行値。わかんないけど。 使いますでだから逆に何て言うんだ少しでも進行値を回復させるために、えー、モンスターたくさんいる状態で使ってやった方がいいわけですね今4体分モンスター倒したので、あのー、ケイブリアドスも喜んでくれてると思うんですけれども少しでも喜びをか少しでも進行値を回復させるために一度にたくさん敵を倒せるシチュ,ーシチュエーションで、えー、スローチを打ってやるっていうことが若干重要になってきます さて、アイスブラストをいいところで使ってしまったんで、モンスターがわらわらとやってきました。あんまり、これは諸、まあ、先輩に見せたくない、あの、下手くそなプレイなのかもしれませんが、お許しくださいね。ここもプリースト、ハイプリーストに接近してボコボコにすると。えー、アーマークラス12、とりあえずいいな。えー、そしたらね、えー、どうしようかな。エボケーションス、今、杖がいい感じで出てるので、杖上げるかスローイング上げるかなんだが、まあ、とりあえず杖だな。スローイングで10ぐらいまでいけば、前も言ったかな。 あと、ファイティングも上げていきたいんですが、まあ、ちょっと、もうちょっとロングブレーズは上げていきたい。いずれにしてもね。あ、こんな感じで、多くはブーメランを持ってますので、ブーメランの補充にも役に立つわけですな。ザコたちが。え、よくないね、これね。一旦上に逃げましょう。ょ今もう逃げながらも、えー、なんとはこういうわけで、いい戦い、本当にいいゲ、いい、 組み合わせで、逃げながらも足遅くて逃げなきゃって頑張ってヘロヘロ足遅いまま逃げてくんですが、その間もかわしみはこう、機能しますので、敵が殴ってくるのは、まあ殴ってくるんですけど、しっかりかわしてやれば、逃げてるのに敵にダメージを与えることができるという、優れもの。あ、これはもうスローチ打ちましょう。ドン。あーあ、いいね。気持ちいいですね。よし、倒しました。 あの、ここの、進行地よく見ておいてね、これが5本、まだ5本だったらいいんだけど、4本とかになっちゃうと、結構あの、進行地食ってるなと。えー、神様の能力使いすぎだなとなりますので、そのあたり判断してください。ああ、いいですね。魔法書のお店が出ましたね。まあ、魔法は全然使わないんですけれども、あのー、とりあえず、後半若干使いますので、出て損はないという感じです。こっちはオポーション屋ですね。オポーションのお店です。ああ、いいですね。ちょこれはもう即買いします。 この辺りいいやつはもう即、即買いしますからね。ミューテーションとかは後半後の々ちのち使うことになるので、今は買わないです。そのうち買いましょう。いいですね。お金はいくらある全部ちゃんとあの、お店見てから購入した方が良かったかな。まあ、そんなこと言ってても仕方ないからね。ピンチになる、次の瞬間にピンチになる可能性ありますからね、このゲームは。 えー、買うときに買うということが大事です。さて、また別の方向からダンジョンのヘリを伝っていきましょう。結構さっきバカ騒ぎしたから、あ、こういうところをスローツ打ってもいいですが、多分ね、こいつはザコしかいないから、そんな気にせず倒せるんじゃないかなと。多くのソーサラーとかがいたら困るんだが、あ、そして多くのナイトがいますけど、ちょっと待って、あいつ、あいついいぞ。来たな。来たわね。えー、あいつぶん殴って、ぶん殴ってか、あの、分解のあンので、死ねーっつって、殺して死んぜよー。 まあこれが弱ってれば倒せますね。OK です。グレートソード、来た来た。<laughs> 殺してでも奪い取る。グレートソード。えー、多分これプラス3グレートソードの方が、あの、ボーパルシミンタより強いと思うんで、のグレートソード、鬼塚に、えー、装備を切り替えました。さあ、あ、またハイプリストになちょっちゃったね。ポジショニング悪いわ。一旦ここで。来た。よし、こういう感じで倒していきます。 えグレートソードまで行くとね、非常に反射攻撃が強いので、まあ楽しみにしてまいりましょう。デールフの大広の間の入り口も発見。いいですね。ボーパルファルション、いいですね。いらないですね。これ、ね、あの、ファイアブランドの、えー、ロングソードあったら探しておくっていうのは大事です。あのヒドラ対策になりますからね。よいしょおお,およしよしよし。防具ショップですね。 えー、ルーンに埋め尽くされたチェインメール。これアーティファクトですね。しかもチェインメールと非常にこう、重さとかわしみのバランスのいい、えー、防具の種類のアーティファクトが出てます。これなんか跳ねるかもしれません。そしてここでブーツのアーティファクトもあると。 え先ほど前回の動画全然回だったかな。闘技場でブーツのアーティファクトあったんですが、クソみたいなアーティファクトでうまくいきませんでしたが、今回このブーツのアーティファクトはどうなんでしょうか。この辺り買いましょう。そしてここは店のお金のレートが非常に安いですね。素晴らしい。そしてリングショップどうですか。うん。ここもアーティファクトが出て欲しかったところなんだが、特に大丈夫ですね。呪われてるリングを購入して鑑定しちゃいましょうか。 いいんじゃないでしょうか。よいしょ。あとは、リング。よいしょ。リング・オブ・ウィザードリー。今回、魔法使わないから、使いません。よいしょと。これで、多くの行動は制圧したかな。ちょっと制圧したら、防具試してみましょう。あ、無事、しかも、順調だね。グレートソードをゲットできたね。あのー、たまにここでグレートソードをゲットできなくて、防御力が不安なことが、よくあるんですけど、大丈夫そうです。 さあ、このブーツとチェインメール、鑑定してみましょう。ブーツからいきます。ほい、どうですかのわ、強いね、これ。めちゃくちゃ強いじゃん、これ。えー、まずプラス1、修正値大丈夫ですね。これ、プラス何本までいくかな ?3 とか4とか出ることもありますが、悪くない修正値です。で、これ、スローは、えーっと、 敵の攻撃を大ダメージ食らったりとかすると確率で自分のスピードがゆっくりになっちゃうというそういうデメリットなんですが今回はこれを逆転取ることができるんですよねもしスローを食らってピンチになったとしてもスロー打ちを使ってやるとなんつうんですか逆にこう俺の方がめちゃくちゃゆっくりになってんだからさらに敵にダメージを与えることができるとこれは敵とのスピード差によってダメージ量が変わってくるので敵から殴られてゆっくりにさらになってしまった場合 逆にパワーアップしちゃうんですよね。ということで、そんなにデメリットにならないと。それで、魔法防御と酸と毒という、こう小回りの効いた体性もつくので、これは、もう、すげえな。これ最終装備なんじゃねえか。こっち行きます。で、そうするとフライング、浮遊が取れちゃうんですけれども、浮遊はあの必要なところ、必要なところで使っていきましょう。えー、じゃあ、あとはチェインメールと。いきますよ。せーの、ドン。お,お これ弱いけど強いな。弱いけど強いな。ちょっと待ってよ。これどうなるそうでしたら16。16の19。あー、ちょっと待ってね。これは弱いわ。これもしね、これがな、これが8とか9とかだったら、俺は喜んでたんですけど、集積ないから、そんなに強くないので、このスレイ3が熱いんですけど、攻撃力アップするんですが、まあ今回は、えこっちのアイテム、えこっちの固定アーティファクトの、こちらで、とりあえずは行きましょう。 やっぱりね、アーマークラス20ぐらいにないと、この後、近接戦闘と、さすがに厳しくなってくるかなと思ってございます。さて、多くのコード、無事にクリアできましたので、一旦獣の住みかに立ち寄って、アイテムを整理してから、えー、他の男女に潜っていきましょう。これ、あの、アイテムの種類で、こうやって床に置くのを、こう、分けとくといいですよ。 エンチャントウェポン、とりあえず、あー、ちょっと待って、これどうするこのグレートソードにかけるか。いや、かけてもいいかもしんないな。ちょ、ちょっと考えます。で、ブランドウェポンでグレートソードを、これはもう、いっちゃいますか。いっちゃいましょう。えー、魔法の能力を付与します。どンどうですかいいですね。電撃がつきましたよ。じゃあもうエンチャントウェポンかけちゃいますか。景気よく行きましょう。ウィスト。 これプラス9までいきますからね <laughs>。だんだん武器が凶暴になってきたのをお分かりいただけるかと思うんですけど、楽しみですな。えーっと、これでいいな。とりあえず、OK です。じゃあ今日は男女の15回染めまでいきましょうか。メイン男女ン戻って。あ,あ、待って、そしてゴースト、ニューヨークの幻が、こう。いや、ちょっとまあ油断するからダメだもうちょっと強くなった感じしよう。 わ、ウォーリアーがいる。こいつ、ツエンディは倒しました <laughs>。あの、めちゃくちゃこいつら強くて、あの、11階とかにももしかしたら出る可能性あるかもしれないんですが、今のあの、あのウォーリアー、あのウォーリアーなんだっけあいつの名前。あの、スカルのウォーリアーたちがいたら、逃げて、獣の住処にとっとと入ってください。ここはね、くきものが群れでいる可能性があるので、まあ、適当に釣り出していきましょう。 はい、来ましたね、ウォーリアー。とりあえずやることは同じですよ。HP 満タンの状態で、一本道に誘い込んで、殴っていけば負けることはないと。ただやっぱり、群れでいたりとか、広い空間で囲まれたりとか、そういうことが十分に考えられるので、注意しながら降りていきましょうということです。まあ、このオークたちはもう雑魚ですね。ただのかかしですなっていうあれです。そしてカニ、変身能力者だったんですね。 この辺りから、まあ、この階層じゃないかもしれませんが、あのー、宝物庫の入り口の、えー、特殊な構造が出ますそうなってくると、あのー、強いモンスターとかモンスターが密集したりとかいやらしいダンジョンの形になってたりとかすることがありますので若干注意と宝物庫の入り口注意してくださいとさて何やら怪しげなクロークが出現 現在、ブーツで毒耐性を得ておりますので、このポイズンレジスタンスは外しても大丈夫。さて、装備する。えー、ポイズンレジスタンス。まあ、別にいいんだけど、耐性被ってますが、修正値アップしたんで、こちらで行きましょう。アーマークラスもいい感じですね。この22あれば、今の攻撃力があれば十分です。さて、ロングブレード13.6。えっ、ー、と、今、あの、ロング、グレートソードを装備してるんですが、グレートソードは、 えーっと、スキル最速、えー、武器を振るうスピードが最速になるのがスキルレベル20と、今13なので、もうちょっと頑張んなきゃなんないよという感じですね。エボケーション、もうちょっとあげましょう。11まで上げます。ドッチング10.1。おー <laughs> まあ、迷いがちですが、この辺りはこのまま行きましょう。さあ、次の回に行きます。ああ、ちょっと広いね。 で今回のこのプレイなんですが、こうやってかわしみをうまく使っていくので、盾はあんまり装備する予定はないんですけど、ただね、柔軟に考えたいなと思っていて、めちゃくちゃ強い盾が出て、体勢とか埋まったり、攻撃力アップしたり、もちろん防御力がアップするのであれば、使っていきますよ。どんな風になるかわかりません。さて、ここいやらしいですね。あの、セントルがたくさんいますが、この辺りで待って戦ってやりましょう。 接近できればこっちのもんなんですよね。こんな感じで。セントールの続長もいましたけど、接近さえすればこっちのもんです。ちょっと若干広い空間が広がる、今もそうだったんですが、いやらしいマップです。このあたり、そんななんか特殊なムーブをしてくるモンスターはそんなにいないっちゃいないんですけど。どうかなしかしこのゲームやっぱ面白いわ、もう。 <laughs> もう無限にできるこのゲーム <laughs> いやーいいねこ,れロンこんな感じであのワイトたちはあのロングソードの武器を持ってることがあってワイトからグレートソードを奪えることもあるんですよねあなんだここああなんかなんかなんかですフードがあるんでここ昔はね今はフードじゃなくなったけどね今フードの概念なくなったからねこのゲーム よし。なんか温めて作ってたんでしょうね。あ、ここ宝物庫の入り口ですね。飛んでる武器がいます。飛んでる平が源内みたいな。えー、ちょっと今、強い武器種だった、自分の武器種だったから拾ったけど、ロングソードプラス4とはいらない、ね、もうね。グレートソードプラス6なんだからね。いいです。 で、こうなってくると、だんだん油断が頭をもたげてきます。ね。あの、脳死状態で、楽しいっつってやってって、そのまま死んでいくっていうことが稀によくありますので、気をつけましょう。ここもしっかり、えー、自分の得意なとこまで引きつけましょう。ね。もちろん下がりながらも、かわしみ攻撃が、えー、刺さることも十分にあります。よいしょと。いいですね。ちょっと待ってね。うーん、エボケーションスとりあえずいいわ。 えー、アーマー上げていきます。アーマードッチング、ロングブレス。いいんじゃないでしょうか。こんな感じでいきます。今わかる通り、投擲使わなくても全然戦えてますよね。ということで、投擲は後回し。今は投擲の弾を集める段階にしましょう。あー、ここも突っ込むか突っ込まないか迷ったんですが、突っ込んだ結果、セントールの群れがいましたね。この回想、セントールの群れたくさんいますエース。ここはちょっと贅沢かもしれませんが、スローチを使います。セントール足早いので死んでくれるはずです。 ああ、属は残ったね。あ、いいです、いいです。こんな感じで、敵の、えー、多勢をくじくっていうことができれば十分です。ケイブリアノスのいいところは、自分より、えー、足の速いモンスターを倒せば喜んでくれますので、あのー、弱いモンスターでも進行値が上がる。非常にその部分は助かります。例えば、雑魚多く倒してもちゃんと進行値は上がるんですね。 ザコークも私より足早いですからさてさてああこ、こういうのいいよねこのクロークオブ・ウィルパワーとかこれ今修正値今ないからあんまり使う予定ないですけどこれは買ってもいいかもしれませんインビジビリティまだ使うチャンスがあると思うので買っときますうん買っとくかウィルパワーこれ買っとくわこの辺りから魔法防御も だんだん大切になってきますえー、ちょっとアミュレット鑑定しましょう不正確の5歩いらんここはねスライマは群れでいるので気をつけましょう、あのー、合体しますとして合体していきます2体ぐらいの合体だったら全然今みたいになんとかなりますねさて まあちょっと切りもいいので一旦ここで切りますか。ダンジョン14回目。あんま切、あ、りは良くないか。この後ダンジョン14回15回を探索したら獣の枝ダンジョン。まア、あ、浅瀬かスネークピットどっちがいいかなまあ、どっちか探索していくんですけれども。そんな流れになっていきますので、良ければまたご覧ください。えー、そんなところで焦点お開き、また来週。